皆さんこんにちは、そばけんです。本日はリンゴのデッサンをしていきたいと思います。デッサンをしながら、ポイントを解説していきたいと思います。それではどうぞ。今回使う画材はですね、4B、4B、2B、H、2H、2H でございます。それと練りゴム、それと、ちょっとポケットティッシュですね。ポケットティッシュを使ってやりたいと思います。はい、それでは開始。はい、ですね、まずはですね、鉛筆、最初に使うのは、4B ですね、4B を使って描きます。で、描く前にですね、ただリンゴをポンって置いて描くんじゃなくて、やっぱりこうリンゴのちょっとこういい位置ですね、例えばヘタの向きだったり、ちょっと柄というか、模様とか、ちょっとそれをぐるぐる回して、なんとなくこの位置がいいかなっていうのを見定めます。はい、でちょっとこの位置でやってみたいと思います。でまずは 4B で、大体の大きさを描いていくんですけれども、一応描くコツとしては、あんま小さくならない、このスケッチブックの画面に対して、ちょうどいい大きさですね。で、大体これぐらいかなっていう、大きすぎず小さすぎず。でこの時重要なのは、大体なんか影のイメージもしてみましょう。大体影はこれぐらいかな、こんな感じですね。でちょっと薄く輪郭を描いていきます。鉛筆の持ち方は、僕の場合こうやって持ちますね。鉛筆を寝かせて柔らかい感じで輪郭を描いていきます。でなんで寝かして描くかっていうと、今使っている練りゴムがですね、練りゴムですぐ消せるかですね、間違ったりしたら。で、消して、書いていきます。で、大体こんな感じで書けたら、リンゴの中の線ですね。実はリンゴって、丸じゃなくて、これ上から見るとちょっと五角形、ちょっとやっぱ角があるんですね。角が真上から見てみると、なのでこの一番上の部分の角を、上の面と、横の面、輪郭を描いていきますと。で、リンゴの中のヘタの部分ですね。ヘタの部分、穴になってる部分も描いていきますと。大体の書き出しはこんな感じですね。ずっと寝かして書いてると線が太くなっちゃうんで、ちょっと先を使いながら、
からヘタの部分で、で、設置してる設置面って言うんですけれども、設置してるところもちょっと色をつけていきます。デッサンが上手い人の違いっていうのは、このやっぱり影を最初に描くか描かないかですね。で、今回のリンゴっていうのは結構いろんな影がついてますね。まあ、上見ると蛍光灯がたくさんあるんで、いろんな影がついてるんですけど、今回は一番強い影ですね。強い影、一番濃く見えてる影をちょっと優先して描きます。で、影を描くと光がどこから来てるかが分かります。で、その光に合わせて陰影を描いていきます。4B で肌を寝かせて影を描いていきます。そうすることによって、光と影がどこから来ているのかっていうのが、あと穴の部分ですね、描き出しがこんな感じになります。で、ここからちょっとじゃあ手をもう描いていきますね。今、まあ、ここをちょっと濃くしましたね。ここ。リンゴの真ん中。この部分ですね。で、丸いもの。丸いものの、自分から見て一番近いところって、この部分ですね。そこをちょっと強くすることによって、丸いものの立体感っていうものが、出やすくなります。ちょっとやっぱりもやもやしてきたので、これでちょっとやっぱり輪郭を整えたいと思います。で、輪郭、デッサンにおける輪郭描くときに、こうちょっと湾曲になっている角を強く、ストレートはこうまっすぐになっているところは弱く、角になっているところは強く、強弱をつけて線を描いてあげるといいと思います。強く、弱く、このリンゴってやっぱ丸いんですよね。影になっている部分の下が暗いって皆さん思うんですけれども、反射光によってリンゴの下はちょっと明るくなってます。例えばですね、リンゴの紙を溶かしてみるとちょっと色がだいぶ違うんですよね。で、紙をちょっと置いてみると。皆さん分かりますかね。こう明るくなるんですよね、今髪が。リンゴのこの下の明るさっていうのは、台の色が反映されます。今白い髪を置いているので、ここがちょっとやっぱり明るくなってます。なので、この部分っていうのは今ちょっとそこまで濃くはしてなくて、逆に今この部分っていうのを濃くしてますね。ここだから下の地面から
反射した、まあ、光が当たってる、まあ、これはあの絵音の用紙が当たってる光になります。これはまあ、あの置いた場所によってだいぶ見え方が変わるんで、今回はまあこういった感じで描いていきたいと思います。大体、まあ、なんとなくこの家ができてきましたね。うん、まあ、大まかな、まあ、光と影、簡単な明るいところ、明るいところ、まあ、中くらいなところ、暗いところ、暗いところ、うん、ところも暗いですね。デッサン描き進めるにあたって明るい中暗い暗いっていう大体3段階で描き始めの時は、見てあげるといいと思います。うん、大体まあ全体ができたら、ちょっとまあここら辺の描写を作っていきたいと思います。なんかどんどん濃くなってきましたね。ここでちょっとティッシュを使いたいと思います。まあ、なんだってティッシュ、まあガーゼとかでもいいんですけれども、それでこの影になってる部分ですね、影になってる部分を一回こすります。こすることによってちょっとこの丸みの深さがます。でちょっと輪郭もはみ出てもいいので、ちょっと大胆にやってみましょう。そうするとちょっと反射光の緩やかなトーンが出たりします。で注意点としては、結構このガーゼ使ったり、ティッシュ使ったり、この上をなるべく使ってやらないことですね。影になってる部分、まあ、上で使うとしたら他のへこんでる部分ですね、へこんでる部分っていうのをこうやってあげると思います。これですね。で、この光の当たってる部分はなるべくやらない方がいいと思います。まあ一回やっぱこすったところとこすらないところっていうのはだいぶあのベースが変わるんで、やっぱりデッサンするにあたってはこういった変化を出しながら描くのが非常に大事になります。僕はまあリンゴ以外にも立方体や円柱もあの影の部分はなるべくこすってやっぱ差を出しながら描いてます。今はまあリンゴの筋を描いてますね。筋を描いてちょっと質感を徐々に出しながら描いてます。本当にでもリンゴによって形や筋やいろいろ違うんで、はい、形も違えば筋のつき方も違うので、ちょっとこれちょっと色がついちゃったんで、ちょっと強めに描いてみますね。で、そろそろこれはまあ 4B ですけど、よし、 2B で書いていきたいと思います。 2B の方がちょっとまあ固めなんですけれども、4B より中間色が表現しやすい
色になります。やっぱ 4B だと鉛筆が柔らかいんで、濃く出すぎちゃうんですよね。 2B だとちょっとやっぱその中くらいの色の幅が出やすいので、ちょっとその中くらいの色の幅を持っていきたいと思います。輪郭は線にならないように、棒みたいな線にならないように、行きましょう。まあ、暗いところの輪郭をこうですかね、線じゃなくて外から内にタッチを入れるようなイメージですね。だいぶ暗いところの、まあ、色の幅、ボリューム感、ボリューム感になりましたね。で、その流れで、モチーフばっか描いていくと、やっぱ、ここの最初つけた影っていうのが薄くなっちゃうんで、こっちの影も、ちょっと濃いめに描いてあげましょう。で、大体 4BB 使った、書いたのが、まあ、これですね。で、次は、H。H を使ってみましょう。まあ、H は大体使う範囲っていうのは、こう、ちょっと明るいところですね。まあ、明るいところ、暗いところっていう、あんまり決まりはないんですけれども、ね、暗いところ、明るいところも、軽いところのちょっと輪郭を H で書いてみますか。全然ちょっとぼやっまあ、H はやっぱり硬い鉛筆なので、B の、まあ、B 系が終わってから使った方がいいですね。最初の書き始めとかで、こういったところに使っちゃうと、やっぱり濃い色がなかなか出ないので、基本的に H 以上の鉛筆を使うときには、E が終わってから使ってあげると、より、まあ、効果的に、できると思います。まあ、今こうちょっと明るい部分の描写で、使ってます。もちろんまあ暗い場所でも使ってもいいと思いますね。今練りゴムを使って、ちょっと光が当たっている部分を描いてみましょう。基本的にまあ練りゴムなんですけれども、消しゴムっていうよりかは、明るいところを描く、まあ、画材のような感じですね。光を描くときに使うものになる。まあ、ここら辺の描写をセットしていきます。まあ、筋を取っかかりにして、徐々に濃くしていきたいと思います。モチーフはやっぱりしっかりよく見て観察することが大事ですね。まあ、うまい人とそうでない人のはモチーフを、まあ、よく観察する
目を持ってるか持ってないかですね。初めてやる方っていうのは結構見てるようで、あんまりモチーフを見てないですよね。自分ではよくこう観察してるって思ってても、なかなかその技術が追いついていかないっていうかも。最初は非常にやっぱり慣れないので、見たものを簡単に描くことっていうのは難しいです。まあ慣れになっちゃいますね。まあ、リンゴの場合はこういった筋を取っかかりにして描いていくと、やっぱりリンゴらしさもう非常に出るので、この筋、あとこのちょっとしたこう点々もちょっとずつなんか表現してきます。ほぼ動画じゃ見えないかもしれないですけど、じゃあ次はせっかく 2H もあるんで 2H で書いていきたいと思います。動物のタッチなんですけれども、まあ形に合わせてタッチを入れるといいですね。今横でやってますね。例えばこう丸くなってるんで、ちょっと斜めにこういうふうになりますね。こういうふうに入れてあげると、形に沿った、タッチの入れ方になると。まあこういうふうになってる、こうまあ、こういうところはこうですね。本当にだから 2H になると結構鉛筆が硬いんで、明るい場所、明るい場所を中心に使うとですね、ちょっと明るい場所もちょっと明るすぎるんで、固有色の赤が見えるようなタッチの入れ方をしていきたいと思います。だいたいまあこんな感じです。はい、でほとんど、まあ、メリゴム使ってないんですけど、まあメリゴムはですね、ちょっと明るいところにちょっと明るさを起こす感じですね。なんか光が当たってるところ、光が当たってるところですね。例えば一回黄色を落としてあげてから、例えばあの蛍光灯の光がリンゴに入っているのをちょっと光を描いてます。消す道具というよりかやっぱこう角度、そうするとつるっとした感じになります。明るいところも描いてくると、暗いところがこれだとやっぱり色がもうちょっと濃くしないといけなくなってくるので、もう一段階濃くしていきます。
て思いました。よし、はい、はい、1時間かけてこちらのデッサン、リンゴのデッサン完成しました。皆様も今回の解説動画を見てご自宅でチャレンジしてみてください。デッサン描くときはですね、まあ物を置いて描くのもいいんですけれども、実際手に持って形をよく観察するのも、うまく描けるコツになります。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。